さんとしましょう。子育て勉強会のてるです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は私が考える子供を伸ばすおもちゃの定義についてお話しさせていただこうと思います。おもちゃを選ぶときに私が大切にしている3つのことについて皆さんにお伝えさせていただきますので、何か皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。私のチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんやお母さんや子供の教育に関わる方向けに、子供を成長させる子育てにフォーカスを当てて毎週火曜日から日曜日の計6本、すべて20時から動画アップしています。興味があるという方は最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もお願いします。Twitter でも発信していますので、そちらもよかったらご覧ください。はい、それでは行きましょう。私は日頃あらゆる動画で幼児期のお子様を伸ばすおもちゃはシンプルで自由度の高いおもちゃがいいとお伝えさせていただいています。シンプルで自由度の高いおもちゃはお子様の発想力や想像力、育能効果も高いものです。ですが、そのシンプルで自由度の高いおもちゃの定義をちゃんとお伝えしていなかったなと感じたので、今回動画を作らせていただきました。まずは、そのシンプルで自由度の高いおもちゃとは何かということを前半でお話しさせていただいて、後半では子供を伸ばすおもちゃの3つの定義として、さらに重要なこと、大事なことをお伝えさせていただいて、最後に私が考えるシンプルで自由度の高いおもちゃを7つご紹介したいと思います。では早速本題ですが、シンプルで自由度の高いおもちゃを分かりやすく言い換えると、子供を自動で楽しませる要素の少ない作り込まれていないおもちゃであるという考え方で、まあ、ほぼほぼ OK かなと思います。つまり、触ったら音が流れるとか、少し触れると自動で動き出すとか、そういった人工の機能がないようなおもちゃです。少し触ったら音が流れるとか動き出してしまうと、子供は最小限のアクションで満足できてしまいます。これが非常にもったいないです。幼児期に大切なのは、自分が手や足などを使ったアプローチをして、その結果何かが起きる、それを繰り返して体験することです。例えば極端な話ですが、あと声を出せばお子様が楽しくなるような音楽と動きをしてくれるようなロボットのおもちゃがあったとします。そのおもちゃがあれば、お子様は一歩も動くことなく、あと言っていれば何度も何度も満足できます。この状況をまずいと思うセンサーは大切だと思ってます。確かにお子様はキャッキャ言いながら楽しんでくれるかもしれません。ですが、お子様がしている行為はただあというだけです。手も使っていなければ足も使っていませんし、動いてもいません。これが子供用に作り込まれたおもちゃの弊害だと思ってます。親としては買ってあげたおもちゃでキャッキャ笑っているお子様を見るといいおもちゃだなと思ってしまいます。正直、その光景を目の前にしたら私だって買ってあげてよかったと思うと思います。ですから、作り込まれたおもちゃを一切、まあ、与えないでくださいと言ってるわけではありません。そういったおもちゃがあるとはいえ、メインはシンプルで自由度の高いおもちゃでお子様の周りをコーディネートしてあげてほしいと思います。これが基本ですが、これで終わると本質とはちょっと離れているので、さらに掘り下げます。シンプルで自由度の高いおもちゃの定義は、今お伝えした子供を自動で楽しませる要素の少ない作り込まれていないおもちゃだとして、では、子供を伸ばすおもちゃの定義イコール、子供を自動で楽しませる要素の少ない作り込まれていないおもちゃ、これでいいのかと考えると、これではちょっと本質的ではありません。ここからは子供を伸ばすおもちゃの定義を細かくお伝えしていきたいと思います。はい。子供を伸ばすおもちゃの定義は3つあると思っています。1つ目が前半でご紹介したシンプルで自由度の高いおもちゃ。2つ目が本物の体験ができるおもちゃ。そして3つ目が指先を繊細に使うおもちゃです。この3つのうちのどれかに該当するなら、子供を伸ばすおもちゃと言っていいと思ってます。一つずつ解説していきます。まず、一つ目のシンプルで自由度の高いおもちゃは、例えば私がよくおすすめするシンプルな積み木などのことを言います。積み木は、積む、置く、投げる、取る、並べる、見立て遊び、壊す、そして数える、形を作る、真似して置くなど、他にもたくさんの遊びが考えられます。このように大人がそれを見て考えられる遊びの幅が広くて多いおもちゃっていうのは、まあお子様も自由に遊びを発想できたり、その幅広い遊びから多くの動きを経験することができます。例えば一つ極端な例を挙げますが、このミニオンのおもちゃをご覧ください。このおもちゃ面白いですよね。私もこのようなおもちゃに昔ハマったのを覚えています。ですが、このおもちゃの遊びの幅が広いかというと、そうではないのはお分かりだと思います。一方、こちら。そうです。ただの白い紙です。このただの紙から皆さんは何個遊びが思い浮かびますか？よかったら10秒ほど考えてみてください。どうぞ。
例えば絵を描く、丸める、投げる、ちぎる、破る、折る、ハサミで切るとか、あとは細かく言えばちっちゃくいっぱいちぎった紙で遊ぶとかね、あとは紙飛行機にして飛ばすとか、丸めて玉入れ競争とか、あとはまあちょっと小さくした紙をパタパタ仰いで紙を宙に浮かせる遊びとか、まあ、こんな感じで年齢によってはまあ誤飲とかを気をつけなきゃいけない遊びもありますが、これだけの遊びが考えられます。どちらが子供が伸びるためのツールとして優秀かというと、まあ、考えるまでもないと思います。自由度の低いおもちゃに囲まれているということは、遊びを考える必要がない、プラス子供の動きが限られる、なので結果成長のチャンスが少ないということになります。まあ、もう一度言いますが、そのような作り込まれていないおもちゃを買ってはいけないということではないです。ただそのようなおもちゃばかりになるのはもったいないということです。そして二つ目が、本物の体験ができるおもちゃです。一番わかりやすいのがピアノのおもちゃではないかなと思います。ピアノのおもちゃは考えられる遊びの種類という面から考えると、まあ、少ないですよね。指や手で鍵盤を押して音を出すというのが基本の遊び方です。まあ、これ以上に幅広い遊び方をお子様が一人で発想するのは難しいと思いますが、このピアノのおもちゃは本物の体験をすることができます。大人用のグランドピアノの音は出ませんが、ピアニストが行っている指で鍵盤を押して音を出すというそのままの体験ができます。このようなおもちゃは私は子供を伸ばすおもちゃと考えていいと思います。他にもサッカーボールとか太鼓とか野球の、まあ、バットとボールなどのおもちゃ、そのようなできる遊びの幅は少なくても本物の体験につながるおもちゃはお子様の興味に合わせて買ってあげてほしいなと思います。そしてこのようなおもちゃを買うときは、なるべく本物に近い仕様のおもちゃを選ぶことをお勧めします。まあ、今のピアノの話であれば大きさなどは小さくても、なるべく押す強さによって音の強弱がちゃんと変わったりするようなものが、まあ、よりリアルでいいですね。では3つ目の、指先を繊細に使うおもちゃについて説明していきます。一番わかりやすいのがパズルです。パズルは遊びの自由度でいうとかなり限られますよね。ですがそれを上回る大切な要素を持っています。それが指先を繊細に動かすということです。パズルにはいろんな種類がありますが、多くが指先を細かく慎重に使っていかないと完成できないものです。これが大切です。指先は第二の脳と呼ばれるくらい、脳を育てるための大切な部位です。パズルなので指先を繊細に使うことで、脳はどんどん刺激を受けていきますから、パズルは積極的に取り入れていきたいおもちゃです。他にも例えばビーズで何かを作るようなおもちゃとか、レゴやあとは組み合わせる系のブロックなんかもいいですね。はい、以上の3つが子供を伸ばすおもちゃの定義です。もう一度確認すると、1つ目がシンプルで自由度の高いおもちゃ、2つ目が本物の体験ができるおもちゃ、そして3つ目が指先を繊細に使うおもちゃです。このどれかに該当するおもちゃを中心に選んでいくと間違いがないかなと思います。では最後に、1つ目のポイントであったシンプルで自由度の高いおもちゃとして私がおすすめするものを7個ご紹介して終わりたいと思います。まず1つ目、紙や新聞。これは先ほどご紹介しましたので理由はその通りです。紙や新聞も子供にとっては立派なおもちゃですし、自由度は限りなく高いいいおもちゃです。2つ目、積み木。これも先ほどご紹介した通りです。私的にはあまり派手なものではなくて、本当にシンプルなこのような積み木の方がおすすめです。3つ目、折り紙。折り紙もかなり自由度は高いですよね。ほぼほぼ紙と同じような自由度でお子様が遊ぶことができます。はい、4つ目、トイレットペーパーの芯。これもかなり自由度の高いおもちゃになります。投げる、転がす、潰す、切る、穴から何かを見るとかね、あとは切り込みを入れて組み合わせるとか考えればいろんな遊びができますね。はい、5つ目、粘土。これも遊び方の幅は広いですね。かなり自由発想もできますし、指先も繊細に使うのでかなり優秀なおもちゃです。はい、では残り2つは具体的なおもちゃになります。シンプルで自由度も高いという面では、まあ、少し減りますが、指先を繊細に動かすという要素を組み合わさったおもちゃなのでおすすめです。では6つ目、ドミノ倒し用の積み木。これは個人的にこうめちゃくちゃおすすめのおもちゃです。まあ、基本は普通の積み木と同じような遊び方ができるんですが、それとプラスしてドミノ倒しの遊び方ができるのが、指先を繊細に使ってなおかつ面白いという大人も楽しめるおもちゃです。はい、そして最後7つ目、ジスター天才の始まり。これも僕はかなりハマったおもちゃです。同じ形のカラフルなピースをかなりの自由度で組み合わせることができます。そして真ん中に穴が開いているので紐を通すような遊び方もできます。
対象年齢は2歳から7歳と書いてありますが、とことんこだわって作品を作ろうと思ったら大人でも楽しめます。自由度が高く、指先も繊細に使ういいおもちゃです。はい、本日の内容は以上です。子供を伸ばすためのおもちゃの定義についてお話しさせていただきました。本来、もっとそれぞれの定義で具体的なおもちゃをバンバン上げて、まあ、いければいいなと思ったんですが、あまり具体的にしすぎると反対に漏れてしまうおもちゃも出てくると思ったので、皆さんがいろんなおもちゃを見ていくときに選びやすいような基準を中心に今回はお伝えさせていただきました。そして最後の7つのおもちゃのうち、まあ、いくつかは普通に家の中にあるものだったと思います。特別なおもちゃでなくても子供を伸ばすおもちゃはたくさんありますし、かえってそういう方が自由度が高い場合もあります。ぜひ他のおもちゃも、まあ、お家の中でも探してみてください。今回の子供を伸ばす定義の観点から見て、他に何かね、皆さんから見て、おすすめのおもちゃがあればコメント欄などでよかったら教えてください。最後にまとめを表示させてもらいます。スクショしていただいても構いません。皆さんが具体的に実践していただくためにご活用いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。